かすばれでで黙って契約度あずまればぬくだまる誰が何をしただの噂話も桜の木の下で咲き誇るややど声が聞こえるややど秋冬を越えてややど春風も練り歩く山に咲け城に咲けワンドの街に咲けレクチャービデオです。まずイントロ、間奏、アウトロ、その 3種類は同じ振り付けなので覚えてください。右手の手のひらが前、左手は手の甲。桜という手話をちょっと離した感じで手を開いてお花がひらひらする感じです。そこから横揺れで少し揺れてください。4、5、6、桜の花びらがひらひらと舞って落ちるようなイメージです。そのまま A メロに行きます。A メロはその桜を手のひらから、この右手が手のひらのままで左手がかぶせる。お顔の横でパチ。反対側にパチ。
パチ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 、歩きながら1、2、3、4、5、6、7、8、回ります。右回り2、3、4、5、6、7、続けますよ。歩きます。2、3、4、5、6、7、回ります。反対回りです。2、3、4、5、6、7、8、花びらが重なっているように指を開いてクラップをするようにイメージをしてください。では B メロです。押して引いて押してドン、出して引いて出してドン、出して引いて出してドン、出して引いて出してドン、出してお尻まず出します。次引いた時に反対の手が伸びます。はい、出してドン、足揃えて両方の手がバン、はい、出してお尻も出ます。はい、お尻引きます、出します、ドンです。今の3セット、はい、今の3セットやります。これはねぶた祭りの練り歩きとちょっとやーやどという声掛けをしてるイメージです。太鼓と練り歩きのイメージでのやってみてください。その後はお花を作ります。お花を親指同士小指同士をつってくっつけてください。そこから上に上げて下に下げるときにお花返します。開いて返す、ひらーり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 、足のステップは出してタッチ、出して踏んでタッチ、踏んでタッチ、踏んでタッチ、4回やったら伸びる伸びる、いっぱいお花が咲いてるイメージです。4つ伸びたらひ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 らと花びらが散って落ちる感じ。もう一回いきますよ。アップからタッチ、上返す、上返す、上返す、上上上上、ひら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 です。サビに行きます。サビは津軽という言葉を、地名を指文字でやってみました。津、親指、人差し指、中指をくっつけてください。つです。つが、ピースに真ん中に親指を入れます。挟んでガーと引っ張ります。横にガーです。る、3本指を親指、人差し指、中指立てていただいて、下からるーっと持ち上げますよ。つがるーです。もう一回いきますね。つがる、その後は下からひらひらひら揃える、リズムを お尻とお膝で取りながら、どこまでもすごく遠くに飛んでいくようなイメージです。はい、つがる、今度は反対です。ひら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 、はい、では、音楽でやるとリズムがちょっと違います。つがあるのだらだってなりますので、カウントでいきましょう。5、6、せーの、つがるのだたらだたらだら、揃える、つがるのうらら、どこまでも揃える、つがるのうらら、ひらひら揃える、つがる、ひらひら揃えるです。でそこからまた乾燥になるので、右では手のひら、左で手の甲、返しながら横に揺れていきます。6、7、8、1、2、3、4でまた A メロになります。はい、そしたらまた手足、桜のクラップでお顔の横になります。はい、で最後、ゆっくりで音楽がなくなるところ、リズムが少しなくなって、静かなところですね。そこのところはつがる、待ちます。はい、つ
がるー待ちます。はい、ここからまたリズムが盛り上がってくるので全部踊りますよ。つがるー5、6、7、8、つがるーたらつたたたたあ1、2、3、4、5、6、7、揃える1、2、3、4、5、6、7、8です。で最後は、伸びてるところは前で下からいったらララララララあやってください。前でひらひらしといて1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、最後までこれでいきますね。そしたら最後はお花が散ったようにひら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 と下ろして